はい、えー、パーソナリティの吉川勇です。7月の5日の火曜日ですね。えー、今日から一月4週間ですね。石原裕二郎さんの特集なんですけどね。えー、まずは、その前にいい釣り情報をね、えー、アングラー、釣りファンの方にですね、えー、情報をちょっとお知らせしようかと思いますね。大物一目興奮、久米島で秀山さん、370キロカジキ、 格闘2時間。すごいですね。黒川カジキの引きっていうのはもう大変なもんですから、やはり2時間はかかるでしょうね。通道でしたらもっと時間かかるんですけど、山、えー、道さんの総船、いわゆる船をですね、 カジキの走ってる方向に、えー、バックしながらですね、えー、負担を、釣り人の負担をやらげてるわけですから、それで、えー、2時間かかって引き上げたということです。えー、県魚連に聞きましたら、今、黒川カジキの方はキロ300円が平均だということですから、えー、370キロというと11万1000円ですね、えー、愛知県から観光に来て、えー、釣り上げたということですね、久米島近海のパワヨですね、 えー、パエはやはり、えー、カツオとかあシビなんかがね寄ってきますのでこれを狙って大物のカジキとかマグロがあ回遊してるわけですねそれからキャラまでも1 1 0キロのクロカジキがあ上がってますね、えー、まこの釣った方も親睦旅行のため沖縄を訪れた北九州市のメンバーなんですけどね えーま、ケラマ沖を目指してですね、メイグスクの漁港からあ、ケラマ沖を目指して、午前7時の執行から約1時間、泳がせ釣りの餌となるグルクンを 60, 60匹ほどですね釣ったということなんですね、いや、大したもんです、えー、それから、まだまだ上がってますね、泣き陣海岸で29.7キロのガーラですね、浪人アジですね。 えーまあ、2 9 7キロっていったら大きいですね泣き人の海岸ということですね、まあ、釣り情報ですね、えー、音楽かける前にちょっとお知らせいたしましたこれから、えー、海温がね上がってきますので大物の海牛魚なんかよく釣れますよねさあ石原十次郎特集ですけどおまあ年配の方にはね 石原裕次郎と美空ひばりっていったら分かるんですけど、まあ、今の若い方にはなかなか分からない、まあ、時代背景を言いますと昭和30年40年代ですよね、えー、日活映画の全盛期の時代ですね石原裕次郎さん、まあ、日本の俳優歌手ですねヨットマン実業家としても有名です1十8 3ンチ血液型 A 型ですね えー、1987年7月の17日52歳で、えー、天岳へ、えー、旅立っておりますねえー、なかなかあさっぱりした性格の方でですねまあ裕次郎さんが芸能界にデビューしたのは父親が亡くなってショックで自暴自棄になった裕次郎さんは家からまあ金目のものを持ち出しては監禁して この金で銀座などへ繰り出す毎日遊び回ってたんですね兄の慎太郎、ね、から心配されそんな頃に兄は水根たき子より太陽の季節の映画化を促されたため遊びに行ってどうしようもない弟がいるんだけど弟を出してくれるなら OK これが俳優デビューの戦いきさつなんですね。 え向かいの車に乗り、初めて日活の撮影所へ降り立ったときは、素肌にヨットパーカーを羽織って、海水パンツにゴムゾーリバキといったいでたちで、その場に居合わせたシシド懐かしいですね。シシドさんと小林明さんが、なんだありゃと仰天したという、ね、エピソードがありますね。えー、生涯ですね、NHK の紅白歌合戦には出ておりません。えー、何度も NHK から 出演依頼があったんですけど、まあ、歌は素人という理由で、えー、歌手としての出場を辞退して生涯、えー、NHK の「紅白」には出演しなかったんですね、えー、曲をかけながら時代背景と、えー、説明を追加していきたいと、えー、思います、えーまあ、昭和を代表する大スターなんですね 1一曲目は「俺は待ってるぜ」ですね。えー、石原裕次郎さんの歌は、俗に「サンバラトリオ」と言われます。サンバラトリオ、まあ、歌ってる本人が「石原の原」ですね、えー。それから、えー、作詞はですね、作詞は萩原史郎さん、「萩原の原」ですね。それから作曲はですね、上原健六さん。 この3名のの名コンビの曲が多数ありますそれで「サンバラトリオ」と言いますねこの「俺は待ってるぜ」も「サンバラトリオ」で作った歌なんですね、えー、石原十二郎さんの出世作なんですねこれは兄の慎太郎がシナリオを書いて映画化され主題曲に就かれたんですねそれじゃあ1曲も聴いていただきます「俺は待ってるぜ」聞いていただきます ははい、えー、俺は待ってるぜでした、えー、参考まで言いますと沖縄県内でも石原裕次郎のファンクラブが3つ存在しております、まあ、那覇にありますのが1つ目は嵐を呼ぶ裕次郎会ですね、えー、同じく那覇にある2つ目は裕次郎を歌う会ですね、えー、それから3つ目は早原に早原,早原にあります石原裕次郎を忍ぶ会と。 この3つの組織があって裕次郎ファンの方が月に一度この萌いをしながらですね裕次郎をしのんで歌を歌ってる裕次郎以外は歌わないとこういうことですね昭和32年あるいは35年この時代は、まあ、美声高音の春日八郎とか宮師道也が飛ぶ鳥を言うと 落とす勢いで前線を誇っていた時代にですね、そこへガンガンエコーをかけた白っぽいゆうちゃんの歌が登場したので、音楽評論家と専門家の方は笑ったんですね。こんな荒っぽい歌が売れるのかと。ところが、まあ、ゆうちゃんは自己流の解釈で素直に思った通りに歌ったと、まあ。うまく歌ってやろう。かっこよく歌ってやろうといった色気や写真のみじんもなく、そこに無理なく昇華された独特の 裕次郎の歌世界が創造されたということですねこれでファンを引きつけたということですさあ2曲目いきます2曲目は「唇が聞こえる港町」作曲者の沢村澤亮介さんが唇、えー、の名詞として知られですねレコード会社に引っ張りだくですね唇が必要な時にはですねイントロも感想も自分で書いてですね えー、この口笛のメロディーを吹き込んで、えー、作ったのがこの「口笛が聞こえる港町」なんですねさあ2曲目「口笛が聞こえる港町」聞いていただきます。 はい、えー、歌で咲かそう「幸せの花」石原慈次郎さんの特集です。まあ、生涯歌詞を見ながらでないと歌えなかった点がですね優、まあ、ちゃんの踊るべきユニークさなんですけどねそれと撮影所にはですね専用の冷蔵庫が置かれていたんですねビールは酒ではない水であるということでですね まあ水代わりにこのビールを飲んでるのがジ次郎さんなんですね、えー、3曲目いきましょう「明日は明日の風が吹く」昭和33年、えー、風切りの「明日は明日の風が吹く」の主題歌なんですね、えー、北原美恵さんとか朝岡瑠璃子さん青山京二さんね懐かしいですね年配の方にはこういう女優俳人の方が共演 若き裕次郎を支える番頭役の大坂四郎さんがですね服役で、えー、助演というね、えー、その映画の主題歌ですねそれじゃあ3曲目「明日は明日の風が吹く」聴いていただきます。 ははい明明日は明日の風が吹くまあ裕次郎さんもねひばりさんもそうですけどたくさんの歌を歌っておりますのでね4週間でね選ぶのが大変なんですね1981年の4月整備警察のロケ撮影中に背中と胸に激痛が走り慶應義塾大学病院に緊急入院生患率3%と言われる手術を受け無事退院。 見舞い客一万二千人、手紙五千通、花束二千束、千羽鶴一千束ですね、えー。無事退院したんです。ところが、千九百八十七年の四月、ハワイから帰国直後に検査入院。五月に一旦退院したものの、陽太悪化。そして、七月の十七日の金曜日、午後四時二十六分、肝細胞がんで。 このおっしゃる52歳ですね若干52歳だったんですね。さあ続いての曲は裕次郎さんが初めて海外旅行それもコペンハーゲンストックホルムオスロと北欧三角を三角国をはじめヨーロッパを守る回るロケーションにね共演の新谷秀明さんとね喜んで旅立って撮影した。 世界をかける恋です、ね、武者小路実発の名作「愛と死をヨーロッパを舞台にシナリオ化したものですね。さあ「世界をかける恋」聞いていただきます。 はい、えー。歌で咲かそう、幸せの花、えー。今週ね、今週から、四、えー、4週にわたって、石原十二郎さんの特集、1週目ですね。さあ、続き、続いての曲が、銀座の恋の物語。有名な曲ですね、この曲は。えー、石原十二郎さんが出演した映画、街から街へつむ風ですね。昭和36年の正月映画の挿入歌としてですね、企画されたんですね。 えー、映画の音楽監督は東京音楽学校出身でクラシックが専門のですね流行歌作ったことないんですけど当時フランク・ナガイと松尾和子のデート曲「東京ナイトクラブ」がヒット中だったのでそれをですね似、えー、せてですね、えー、下敷きにして生まれて初めて書いた流行歌ということですね、えー、レコーディングの翌日がですね 石原十次郎さん北原美恵との結婚式を控えていたせいかこの時だけはビールは飲まずいつになく声は甘かったということですね。それじゃ銀座の恋の物語 え銀座の恋の物語ね普通銀行銀行言われてますねえディエット曲では必ずと言っていいほどこの銀座の恋の物語リクエストがい多いですねディエット曲としてもねさあ続いての曲はですね「赤いハンカチ」「好き同士の男女が一緒になれずアカシアの花の下で別れた」 私の形見ですと言って渡してくれた赤いハンカチが今も背広の胸のポケットの中にある、ね、あの頃はどうしているんだろうといった内容なんですけど西田幸子さんの「アカシアの雨がやむ時も嫉妬してですね一時アカシアブームになったんですね、えー、映画化された時石原十次郎さんはスキリーンで初めてのキスシーンを共演の朝岡さんに 瑠璃子さんと演じたさあ赤いハンカチ聞いていただきますゆくひ恨みに濡れた目頭の涙をそっと拭いていた死肉になれば霞の彼方に行けたのにあの子の面影に酔う赤いハンカチ はい、歌でサカそ幸せの原石原裕次郎さんの特集一周目ですね、えー、最後の曲がですね、えー「青い満月」冒頭に申しましたようにサンバラトリオの作品ですね作詞の杉原史郎作曲の上原健楽歌石原裕次郎ですね、えー、ギターの生の伴奏にうまく乗って気持ちよくですね満月を見て のみののと甘い声を聞かせてますねこの青い満月青い満月はですね石田裕次郎さんの歌にはこのカラーシリーズ色ですねカラーシリーズいろいろありまして「紅の翼」「黄色い月」「紫の雨」「白い浮雲」「黒い海峡」そして今聴いていただきます「青い満月」。 カラーーシリーズですねそして先ほどの赤いハンカチですねさあ聞いていただきましょう「青い満月」。 はい、えー。青い満月でしたね、えー。石原十二郎さんの特集、一周目ですね。7曲聴いていただきました。また来週も石原十二郎さんの歌を聴いていただきます。残りのお時間はお勉強タイム、時の話題ということですけど、えー、いよいよ日曜日ですね。18歳選挙権若者の声を政治に生かすと、ね。えー 高校3年生ね、年齢が18歳になる方に選挙権があるということで、新しく有権者になる18歳、19歳は全国で約240万人、県内では3万人余りいるんですね、えー。海外の選挙権の年齢は18歳以上が主流なんですね。えー、参考までの後で申し上げますけど。 投票日の翌日が18歳の誕生日の人までが投票できるということで投票率は14年12月の衆院選では全体の52.66%に対して20代の方の投票率はなんと32.58%で、まあ、低い水準にとどまっているということは若者の投票率が低いと若い世代の意見が反映されず その結果、若者が必要な施策が実現しにくくなったり、時間がかかったりする可能性があるということですね、えー。先ほど言いましたように、9割近くの国が18歳以上ですね、選挙権。16歳はアルゼンチン、オーストリア、ブラジル。17歳からは東ティモールなど。18歳はアメリカ、イタリア、フランス、ロシアなど。 で19歳からは韓国、20歳、今までは日本ということだったんですけどね、えー、アメリカ、イタリア、フランス、ロシアなどと同じように、えー、来る日曜日から、18歳の方から投票できるということなんですけど、若い方の投票率が下がれば、ね、投票率が1%下がれば、1人13万円の損を出すということですね。 えー、若い世代の投票率が1%低下すればですね、えー、これは東北大学の大学院で皇居経済学を専とする教授が試算した結果発表しておりますね若者一人が年間13万5000円の損をするこんなデータが出てますねえー、参考まで言いますと 二十歳から2 9歳まで1967年の衆議院選挙で74.9%の投票率が2012年衆議院選挙では49.1%で減少し一方の高齢世代50歳以上は70%前後を保っている点に注目したんですねそして現在の国の制度が選挙で意思表示をする割合の高い高齢世代 を意識した内容となっていないかを、まあ、調べるためですね、投票率とか国の政策データを分析したんですね、おのずからこの投票率の高い方に政策が反映されるわけですから、国が国民に給付する社会保障給付費を比較したんですよね、えー、若年世代の児童手当とか出産関係費など、その合計とですね、えー、高齢世代が受けいる年金、 介護費などの合計。これを比較するんですね。そしたら圧倒的に高齢世代の額が上回っているんですね。そしてこのデータを基にした試算で若年世代の投票率が1%減少すれば年間の給付費は約5万9800円減少する。そして国の借金で国民全員が負担することになる国債が毎年増加しているため若年世代の投票率が1%減少すると将来 負担する1人当たりの国債の額は7万5300円増加するその合計が13万5000円ということになるわけですからできるだけ多くの方がですね投票所に日曜日足を運んで投票した方がまんべんなく国の政策に反映できるということですね。 日曜日は県内でも3万人余りおりますので投票した方がよろしいかと思います。それからあと一つ深刻な話題ですけど、まあ、高齢者4人に1人2015年の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合がですね26.7%となって初めて4人に1人が65歳以上になったんですね。 全国の全都道府県で高齢者人口が15歳未満人口を初めて上回った65歳以上の方の人口が15歳未満人口を初めて上回ったんですねですから13年度の社会保障給付費はですね約111兆円で毎年1兆円以上膨らんでいる1965年には現役世代約9人の 負担で高齢者一人を支える胴上げ型いわゆる1965年にはですね現役で働いている方々9名が高齢者一人を支える胴上げ型胴上げ型だったんですけど3人弱で支える騎馬戦型となってですねなんと2050年にはですね一人で支える肩車型が予想,予想されているとこういうことですね。 えね、60年には高齢化率約40%ですから現役世代1人が複数の高齢者を支える事態になり大変難しい社会保障制度の破綻がですね避けるようにですねこれ難しい問題ですね年金とか医療介護子育ての財源をどうするのかですね真剣に考えることが求められています。 政府と各自治体は、超少子、超高齢社会への対応に注力してですね、実効性ある対策を早急に講じたい。これはですね、7月1日金曜日の、利休新報の長官に載ってる記事なんですけどね、まあ、高齢化率を低下させ、少子化問題を解決することは、この 人口減少社会を、これをですね、なんとか歯止めをかけていかない。人口減少社会じゃなくて、人口の急減社会になりかねない。ですね。まあ、出生率の要因の一つはですね、低出生率の要因一つは、結婚した夫婦が安心してですね、えー、子育てできる環境にないことがあるということですね。保育所の待機児童問題。 子供を産めたくても産めない環境を改善しなければ、えー、ダメだということですね。まあ、それと関連して結婚したい20代9元,、ね結婚20代9元えー、女性が82%から59%男性が67%からなんと38%。 えー、20代の独身男女のうち結婚した人の割合が3年前と比べて男性で28%女性で約23ポイントと減少してるんですねねえ安田生命が明治安田生命が研究所が調査で分かったんですけど男性が独身でいる理由は収入が少ないが圧倒的です収入が少ない、えー、所得が理由で結婚に 消極的になっってているい現状がが浮かび上がってきたとですから先ほどの問題と絡めてみればですね結婚した夫婦が安心して子育てできる環境にないことがあるとこういうことですね経済的な問題が大きくなっているということですね恋愛と結婚をテーマに全国の20代から40代男女をインターネットで調査したんですね3600人が答えたんです 20代ではできるだけ結婚したい、いずれ結婚したいの回答が3年前の67%から38%男性、女性が82%から59%に落ち込んだということですね。ね家族を養うほどの収入がない、ね。結婚したいと思える相手がいない。これは女性側の理由ですね。さあ、また来週も裕次郎さんの 素晴らしい歌をあ聞きたいと思いますお別れの憧れのハイコーラが流れてまいりました来週までご機嫌よう